はい、はい、静かにしましょう。はい、何ですか。今から図工の時間を始めます。イエーイ。何作るの、はい、教えて。今回は普通のスニーコにキラキラスノードームを作ります。楽しそう。かわいい。早く作りたい。みんなが好きな人の横暮らしだよ。イエーイ。かわいい。しかもティアラチャンネル。それでは作っちゃおう。ねねはトカゲを使ってネックレスを作ります。かわいい。かわいい。水色で揃えてどんな感じになるんだろう、ね、じゃあ、うん、マイカはタピオカを使ってディスプレイを作っていきます。なんかタピオカってマイカちゃんらしい。確かに。そう、紫がね、薄紫が好きやけどピンクしかなくて、ねねはパステルカラーで特に紫色。これさ、ブス後ろにありそう。あ、本当だ。これがね、周りがね、ハートなの。そう、ハートとか星とか丸なの。なの。かわいい。飾り入れます。何、水色に入れた方がいいね。それ、うん、何ハート入れます。ハートプト。かわいい。はい、入れました。水を、ここ一番勝負。こんぐらい？もうちょっとかな。あ、そぶ。あー、トカゲが。で、振るってこと。お、簡単やん。一時じゃじゃ。できたよ。なんかキラキラ。なんか救急になってるよ。振って。え？フチフチ。スレスレね。フチスレ。そう。ストップ。まだ。もうちょっと。ストップ。おお。これは置いとくと、ここにこうやってポンって。リナは猫を使って指輪を作っていきます。かわいい。サラは白熊を使ってブレスレットを作っていきます。イエーイ。食いしん坊猫。私は食べましたか。じゃあ次、よいしょ。初めてカラフルにしてる黄色の星を全部、あ、全部じゃない。違う、途中ぐらいまででいいんじゃない。漏れそう。いやけど漏れたら全部なくなるかも。え、ここ重大やけんね。ガッシャーン。やばいね。うわ、いきます。押せ。あげてから。あ、そういうこと。うん、どうですか。おー、かわいい。私これを取るだけ。おにぎり。ほんとだ、かわいい。こんな感じにできました。フチスレよ、フチスレ。笑っちゃったらマイカちゃんみたいになっちゃった。怖い。ちょっと、それはいくよ。多分これでやってから。できた。かわいい。すごい。完成しました。結構上手にできたの。後ろもこんな感じ。かわいい。かわいいです。しかも2人とも何か持ってるコンビだもん。おにぎりとこちらは黒敷。魚持ってるんだよ。
ったな。魚もどうだった？楽しかった。簡単で可愛く作れた。水だけさあればさ、もうね、全部作れる。全部作れるからね。全部あるしね。うん、5分ぐらいで作れる。しかもかからんかな。なんかさ、さ、じゃあサラちゃんから見せて。うん。サラはブレスレットを作りました。白クマです。風呂敷持ってる。時計みたい、こうやって。リナは指輪を作りました。おにぎり持ってる。かわいい。本当だ、おにぎり持ってるね。うちっぽく、猫っぽく、なんか黄色いイメージして作りました。黄色好き。うん、黄色全体に使ったかな。ディスプレイを作りました。おー、マイカちゃんっぽい、ね、ピンクって感じがするもん、ね、だって全部ピンクじゃん。紫、そこにタピオカがね、寄り添っているのがかわいい。かわいい。カップル、カップル感じ。こんな感じです。ネックレス、海っぽい。かわいい。そう、海をイメージしました。お魚も水色っていうね。はい、今回は机の隅っこにキラキラスノードームを作りました。みんなどうだった？大満足。